のペニーパンツ。はい、私たちペニス YouTuber みたいな感じでやらせてもらってるんですけど、ペニス YouTuber といえばスピンサーブがバズることは知ってるんですけど、まさに打てないんですよ。それでちょっと今日お願いして、サウンドインドアテニスアカデミー野球校の菅原くんに、菅原コーチに来てもらいました。よろしくお願いします。とてもスピンサーブが得意かって言われたら、多分そんなことはないかもしれないんですけど、ちょっと挑戦してくれるんで教えてもらいながら、はい、私も練習しています。温かく見守ってください。じゃあちょっと頑張ってやってみようと思います。お願いします。なんか軽くポイントがあれば、本当に今自分的に 0% なんで、椅子の持ち方変えればできるよっていうふうに思ってます。それに逃げたくはないですか？グリップは多分薄い方がちょっといいと思う。ボールを持ち上げなきゃいけないので、ボールのやっぱり下を擦り上げるっていうのがちょっとスピンサーブの基本になってくるので、はい、なのでボールの下をこううまく触るためにも、多分厚いグリップだとちょっと難しい。薄いグリップで下から上に、再確認なんですけど、グリップが薄いっていうのは真ん中を基準にして右、左か、はい、左、あ、そうか、はい、左が薄い、左が薄い、超やばい、ゴーとやってたの、右が厚い、はい、あ、はい、そうだ、思い出すと、そう、はい、はい、ちょっと左で薄めにすると打ちやすい、そうです、打ちやすい、そうです、はい、持ち上げるっていう感じで、ありがとうございます、また見せてもらう、そうです、はい。気持ちとってがちょっと自分の頭より後ろに来る方が、前すぎると多分下の方が。今まとめると、ボールは頭より後ろに上げて、ボールの下を捉えて上に。そうですね、上に。前に振るというよりも上に向いて。ちょっと一回やってみます。ありのまま。ありのまま、マサエらしく。何も気張らず。ありのまま。なんかできそうな気がする。あ、嘘、絶対嘘。あ、ボール後ろに上げるの結構難しいです。あ、そうです、そうです。あー超難しい。イメージの中でパスが前で取ること多いから、後ろでやるのめっちゃ難しい。ボールを後ろに上げる。そう。めっちゃカーモブタイプになってない。大丈夫かな。別に気にしてないんだからもう。なんか使い方とかさすがにやった方がやりやすい。全部勝つってなる、完璧に。すごい。マジで遠いんだけど、成功前これみんなやりたがってる。なんかこれに当たっちゃいますよね。じゃあ完璧に当たる、うん、すごい。多分今見てると肘を多分どこに行くと、多分こっちからですね。肘が上のままに動けると、こっち多分振り上げたし、あ、そうか、だってこっち側に当たってるけど、ここじゃなくてこのまま上の方に残ってると、あ、そうそう、微妙に当たったね。いいっすか。そんなことないけどって顔してたけど。でもね、なんかさ、どうただ思いっきり純粋にピュアにやってるんだけど、これをやりたがるやつだってさ、すっごい簡単にスピンサーブって言いたがるけどさ、めっちゃ難しいじゃん。本当にできるまで本当練習続けなさいよって思ってもらえるんだけど、あ、いい。なんか普通のスライスは違う振り方、そうです、振り方したかも。バウンドが高くなった。あ、そうです、そうです。死んでるけど、はい、何、ちょっと変わった感じしてる。変わった感じした。あ、本人より分かるんだね、人の方が。それを多分下半身とかを作りながら、奥バッター、奥バッター、奥バッター。あー、勝手に戻った。勝手に戻った。生きていたから。
え、でもスライスではない。自分でもちょっと分かってない。すごいダサいしできてないんだけど。なんか動き方はなんとなく覚えてる。ただもう徹底的に練習しないとやっぱ難しいよね。絶対実際にすごいスピンサーブってやってる人いるけど、向かいの方がいい。変な顔になっちゃう。あ、でもなんとなく普通のスライスではないし。もう、むずい。サーブ上げ続けると頭クラクラするよ。今は結構緩めに打たれてるじゃないですか。本気で見てるんですか。多分で、まあ、試合ぐらいに時間を超えようと。おぉパパとおすいさんたちが喜ぶやつ。あと最後の攻め方を教えてもらっていいですか。僕はおさいさんができるのか面白いですけど、まだやってやろうじゃないの。いいんじゃないこれで。出来上がったんじゃない。出来上がったんじゃない。こっち行きて。自己満足、自己満足じゃダメよ。今のスライサブ。もう。まあこれで特訓を続けてそのうちできるようにするわ。そうですね、ついにできるようになったっていうのをそのうちに発行します。そういう動画を作ります。でも普通に分かりやすかったから、ちゃんと質変わったしできたと思う。下手なだけ。みんなすごい続けてください。できたとか勝手に思わないでやり続けた方がいいと思います。いいですか。情報はしっかりまとまってると思うんで、試してやってみてください。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。